気づくないですか。はい、響きますよね。はい、はい、苦手な感じではないですか。大丈夫です。痛い。でもなんか頭の近くは気持ちいいですね。はい、はい、結構多分目が疲れてるので、あ、うん、やってあげると、まあ、ちょっと響くんですけど、はい、後でこう視界がすっきりしたりとか。わかります。、はい、頭の軽くなる感じがあるかと思います。頭がかなりこう睡眠不足なのか、はい、考え事が多いのか。でも睡眠不足は、今日まさに睡眠不足で。あ、そうですか。はい、ほら慢性的ですね。あ、そうなんですね。はい、寝たくても寝れないですか。なんかそういう時もあるんですけど、うん、結構寝ずに何かやってることも多いんで。ああ、やっぱこう乗ってたらそのまま続けちゃうみたいな。そうですね。ハマる人ってすごいですよね。はい、私もなんか本が面白かったらずっと読んで、ゲーム面白かったらずっとやるとか。一緒です、一緒です。すごいね、はい、あの気持ち悪くなるほどなんかバカの一つ覚えみたいにやっちゃう危ないとこがあるんですよ。なんか、そのこの間、映画見てて、で、あの僕ブルース・リー好きなんですけど、あ、すごい好きで、はい、で何回も見たことあるんですよ。 あるんですけど、熱いっすね、ブルース・リー。はい、を夜中に見始めて、はい、こう楽しくなっちゃって、もっとブルース・リー見たくなって、3本くらい見るともう3時間ちょっと経つじゃないですか。はい、大事でしたもん。翌日仕事とかあるのに。ブルース・リー漬けになっちゃったんですね。はい、いやでもなんかやめられないですよね。やめられないですね。もう欲求がこうもっと見たいってなるんですね。わ、うん、かります。ブルース・リーですか。いいですね。はい、好きですね。なんかこう昔、やっぱ知ってるじゃないですか、誰だって。はい、はい、で見てても、そのなんか ただ強い男だったんですけど、はい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 、今なんで戦ってるかちょっと理解できるじゃないですか。はい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 、大きくなってくると、はい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 、するとなんか感情移入がこう入っちゃって、はいはいはい、なんか私まだ今、はい、そんなに知らない見てないなんですけど、はい、なんか好きそうな感じはあります。あ、本当ですか。私なんかあのなんていうんですかね、ヒーローもんとかちょっと好きなんですよ。あ、そうですね。あのこう熱い男臭いみたいなとか割と好きなんですよ。だからあのいいですよ。多分好きなんですよ。見たらハマる方なんじゃないかなと思ってます。しかもなんかそのブルース・リーの映画って、うん、最後そのブルース・リーが、うん、はい、ここ痛いですね、はい、痛いです、はい、もうなんかあの強くて、はい、こうなんかこう速くて技術があるとかだけじゃなくて、はい、はいはいはい、なんかすごいその彼の演じてる役に強烈な怒りを覚えさせる出来事が起こるんですよ、結構。でなんかその設定も凄まじくて、もう痛くて何話そうとしたか忘れました。ここ痛いですね、コリができてますね。あ、でもなんかわかります。なんかこうそう一本気なんですよね、はい、そこに向かっていろいろなこう復讐というか、そうです、そうです、そのいろいろやり遂げる目的があって。そうなんですよ、ね、しかもなんかこう、はい、結構熱いというか、はい、最初は全然怒んないんですよね、はい、その劇中の中ですごいこうクールな感じで、例えば、はい、とある一作で、はい、その母ともう喧嘩はしないという、はい、ちぎりを交わした上で、はい、出稼ぎに行く映画があるんですけど、その出稼ぎ先の、はい、そのやつらが悪いやつらで、自分のことをよくしてくれる仲間を殺しちゃうんですよ、はい、
激しいな、ひどい、もう殺すになっちゃうんですね。そうだからもうお母さんと喧嘩、はい、その仲間が殺されちゃって、はいはい、復讐をするために、はい、そのお母さんに預けられたペンダントとかがあるんですけど、もうなんかちょっとそれに背いてでも自分の気を貫こうとするというか。まあ、でも確かに許せないですもんね、はい、大事な仲間を殺されてしまっては。で最後 あの全部が終わった後の、うんうんうん、こう安堵感とやっちまったっていうブルース・リーのあの感じがなんか、うん、ちょっと伝わってきました。かっこいいですよ。なるほどね、はい、こういいですね、はい、短い間に見どころというかなんとなくその筋というか分かりました、はい、伝わるものがいいですよ。あなるほどね、あいいかも、なんか見応えありそうですね。ありますあります、ずしんときそうな、はい、はい、じゃあ以上ですね、はい、ありがとうございます、はい、なさい、はい、叩きますね、はい、はい、ちょっとギリギリな感じですかね、はい、上にちょっとこうしていただいて、そうですね、組んでいただいて、はい、よく見るやつですね、はい、そうです、辛くないですか、はい、万歳しますね、楽にして、はい、大丈夫ですか、はい、はい、伸びてますか、伸びてます、確認します、はい、はい、お疲れ様でした。いはい、いかがでしたか、すごかったです本当に、はい、すごい気持ちよかったですし、はい、あとなんか最初揺らしてたじゃないですか、うんうんうん、あれだけでもすごいこう体の固まってた部分がほぐれるだけで軽くなるし、はい、すごい元々癖になってたものっていうのが意外とあるんだなって思って、はい、そうですね、はい、あのその生活習慣の見直しすらを感じましたそうですね。そうですね。大事ですね。はい、ありがとうございます。身をもって感じました。はい、ちょっと立ってみたりしていただいて、はい、はい、ちょっとお体を動かしてみて、足を上げてみたりですとか、はい、ちょっとそうですね、体、首を動かしてみたりですとか。全然違いますね。はい。軽いです。軽いですか。はい。はい、ちょっと体を動かすの、はい、の、はい、体が嫌がらないです。ああ、はい、重たくないというか、はい。はい、本日ありがとうございました。はい、はい、今日モデルを務めてくださったレモングラスの和島さんから告知があります。はい、お願いします。僕のバンドはレモングラスっていうバンドなんですけど、実はもともとレモンヘッドで、これはまあ今なかったことにして、レモングラスっていうバンドで、僕はボーカルギターをしています。で、そのアルバム制作中なんですけど、1曲だけサンプルの CD を作って今無料配布しています。この曲はサンデーモーニングって言うんですけど、もしかしたら今ここら辺に流れてる、そうですね、流します、かもしれません。はい、で、これを、はい、ありがとうございます。聴いてください。ありがとうございます。はい、レモングラスって言います。欲しい人は、はい、欲しい人は、はい、ここら辺にツイッターとかが載ってないから、はい、そうですね、はい、概要欄、コメントに、はい、こちらの説明を入れておりますので、クリックしていただくということですね、はい、はい、メッセージください、はい、気になった方はチェックしてみてください。そしてありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ありがとうございました。 See you